イグネの中の屋敷は南側を向いており、太陽の光を取り入れるために屋敷の手前には観賞用の低い木を植えています。冬の強い季節風を防ぐため北西側に厚く、杉や松、ヒノキに欅などが植えられています。鳥が落とした糞の中に含まれた種子から成長した植物などもあり、イグネの中は多くの木々や植物であふれています。そうした環境の中で自給自足も行われています。例えば屋敷の裏の木の下は日陰で程よい湿気があるため、しいたけなどのキノコを栽培していたりします。果樹や木々の実は鳥たちの採食の場を提供しています。こうした屋敷の木々は防風効果があるため、鳥たちの羽休めにもなっています。今でもイグネに牛舎が残っていたり、遠い昔のイグネの暮らしを垣間見ることができます。大崎高度には農家の暮らしと密接な関わりがあるイグネが数多く残っています。世界農業遺産の大崎高度、人と生き物とが共生する環境が豊かな生物多様性を育んでいます。